一番よく出てきますね、式という字なんですけど、これね、本来いいのかちょっと分かんないですけど、このちょっとこうやって格好をつけると縦に揃えて私書くのが写経体としては好きなので、こういうふうに書きます。ここをですね、縦にこう揃えます。横画をちょっとあんま書かないんですね。実際色という字はこういうふうに入るんですよ。こういうふうに入って、まあ、書いても、まあ、悪くはないんですけど、これでも別に問題ないんですが、こう書くとかっこいいのでちょっとかっこよく書きたいときはこう縦に揃えて書くという横、この横画をあまり使わないというやり方をするとちょっとスマートに見えるんですよね、色という字がですね。なのでちょっとこういう書き方を少しします。もし書きづらいようであればこれで